はい、こんにちは。リウハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日はお尻やふくらはぎに張りを感じる座骨神経痛を甘く見てるとっていうテーマですねについてお伝えの方を敷きます。では今日なんでこういった話でお伝えしていくのかというと、座骨神経痛って最初の方ってお尻からふくらはぎにかけてなんか痛いなとか張りを感じるな程度なんですけども、そこで甘く見ると実はすっごいひどい状態になるんですね。正直見てもいれないくらいひどい状態になってしまうんですね。なので今日はそういったお尻とかふくらはぎに張りを感じる程度の時にちゃんと対処しとかないとどんなぐらい悪化してしまうのかですねっていうのを知っていただいて、じゃあそうならないためにはどうすべきなのかですね、そこまで知っていただいて座骨神経痛をぜひも悪化しないようにこの動画を通じてしていただければなと思います。では結論、どういったひどい症状になるのかというと、もう大きく2つあります。まず1個目がもうナイフで刺されたぐらいの激痛になって寝れなくなります。でナイフで刺されるってその大げさだって思うかもしれないですけども、実際にこうやって表現してくる方が本当いてるんですね。もう常にふくらはぎとか足とかをナイフでグサ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 刺された感じですね。神経痛っていうのはひどくなると本当これぐらい症状が出ます。でもちろんこういった症状まで出ても改善っていうのはちゃんと原因を突き止めてそこにちゃんとアプローチしたら改善するんですけども、本当それまでが辛いですね。もう寝れないですし、もう常激痛ですし、それがずっと続いてしまうんですね。でそういった人が口を揃えて言うのは、最初もうお尻とかふくらはぎとか張ってるぐらいの感じで、まあ、ちょっと違和感あるぐらいのやったんですけども、そっからびっくりするだけ激痛になりましたっていう風な形で言われて LINE されるんですね。なのでまずはその張りをそこでちゃんと未然にちゃんと対処して防いどかないと、それぐらいひどい激痛になるってことはまず覚えておいてほしいです。これがまず一つ目ですね。次二つ目が、神経痛っていうのはほっとけばほっとくほど治りっていうのが遅くなる上に、治す時に激しい痛みを伴うことがあったりします。ではこれどういったことかというと、実は神経痛ってその神経がどっかでグッと圧迫されている、もしくは刺激があることによってひどい神経痛っていうのが出るんですね。でこの圧迫とか刺激とかの時間が長ければ長いほど神経っていうのはぐーっと伸びたようになって痛みとかしびれを感じやすくなるんですね。これはあのギターの弦をちょっとイメージしてほしいんですけども、ギターの弦ってぐーっと伸ばすとちょっと触れるだけでビーンと感じやすくなりますよね。あれが痛みとかしびれなんです。なので圧迫とか刺激とかを早いこと解決してあげないと、その伸びた弦みたいにぐーっと感じやすくなるんです。でこの伸びた弦のようになればなるほどきつい痛みとかしびれとかになるので、この圧迫してる原因っていうのを取ったところで、この伸びて感じやすい神経っていうのが回復するまで時間がかかってしまうんですね。なので座骨神経痛っていうのは悪化すればするほど治りが遅くなります。でそれに加えてこの座骨神経痛っていうのは神経がかなり過敏になってしまっているので、治療する過程で神経がどうしても刺激されるので、治療後に痛みが悪化したりとかですね、そういったリスクも出やすくなります。でこれはもちろん個人差もあるんですけども、症状が重い人ほど治療後の反動というのは出やすくなります。でもちろんこれでもちゃんと良くなっていくんですけども、良くなるまでが結構大変でパワーがいるという状態になってしまうんですね。なので本当はひどくなる、そういったお尻とかふくらはぎに張りを感じるぐらいにちゃんと治療しておく方が、そんな辛い思いをせずにちゃんと解消することができます。なのでこういったひどい状況に座骨神経痛っていうのは悪化するとなるってことをまず覚えておいていただければなと思います。では実際に自分の状態がどれぐらいやとその座骨神経痛が悪化していくのかですねっていうのを知っていただきたいんですけども、まず腰回りとかお尻とかですね、このあたりに感じるぐらいの神経痛ならまだ軽い状態です。ただそれがふくらはぎとか、あとすねとかですね、すねのさらに外側とかです、こういった部分に痛みとかしびれとか張りを感じ出してたら座骨神経痛が悪化してきてるっていう風に捉えてほしいです。でこれがさらに例えば指先の方とかですね、指先の方に行って感覚が鈍くなったりとか、もしくは指先とか本当足の先の方にさらに痛みとかしびれを感じ出してたら、さらに症状が悪化してるって捉えてほしいです。なのでまあお尻とか腰に感じるぐらいに、まあ、治療するのが一番ベストではあるんですけど もうこのふくらはぎとか膝より下に感じ出したら結構進んできているので、そこからさらに先ほどお伝えしたようなひどい状態になるリスクが結構できてきてっていう風に捉えてほしいです。なので膝から下ですね、
の症状が出だした時っていうのはもう絶対に治療であったりとかちゃんとケアですね、座骨神経痛を治すようなケアっていうのをするように心がけてほしいです。では最後にこの座骨神経痛を悪化させないためにどうすべきなのかですねっていうのをお伝えしたいんですけども、まあ、これは座骨神経痛の原因にもよるんです。原因っていろいろあるので、ただその中でも特に座骨神経痛になる人に多い理由がじっとしてる時間が長いです。特に座りっぱなしとか立ちっぱなしとかですね、そういった同じ姿勢が続く人ほど座骨神経痛にはなりやすいですね。なので解決するのでシンプルな方法があって、実はいつも自分がやってることと反対のことをやるんです。これが一番早く解決できます。でもこれはどういうことかというと、例えば座ってる時間が長い、もう2時間3時間座りっぱなしの状態で例えば座骨神経痛の症状が出てる方はもうこまめに動くってことです。だからじっとしてるから反対のこまめに動くってことをしてほしいですね。あの例えば座ってるのでも後ろにだらーんと座って出る方っていうのはちゃんと前に骨盤を起こすとかですね、こういった形で要は普段の方向と逆をする。あと例えば普段運動量が少ないなって自覚がある人は運動するような時間っていうのを設けてするとかですね。あとじっとしながらの移動、例えば電車の移動で座りっぱなしとか、あと車での移動が多いって人は自転車とかを漕いで動きながら移動する手段に変えていくとかですね。要はいつもやってる日常生活で今の現状で作ってるので、この現状の習慣の反対をするのが一番の解決策です。なので一番の望みはもう私自身もひどい状態の人っていうのをたくさん見てるんですね。たくさん見てるんで、そういった人をなるべく作りたくないんです。でこの作らないためにはやっぱりお尻とか腰が張ったぐらいの時にどれだけちゃんと対処できるかなんです。なのでこのお尻とか腰が張ったぐらいの時に先ほどお伝えしたような日常の習慣の逆をするってことですね。こういうことをちゃんとしとけば座骨神経痛の悪化っていうのは防ぐことができます。なのでぜひこういったもうナイフで刺されるぐらいの激痛であったりとか、もう治療するのも治すのが大変な状態にならないために、今日この動画を通じて、あ、ちょっと心を入れ替えて、そういったケアですね、日常の中でのケアっていうのをしていただいて、座骨神経痛の悪化っていうのを防いでいただければなと思います。ではこの動画が参考になったという方は、グッドボタン、あとチャンネル登録もお願いします。